皆様、本日は私ども鈴木のブースにお越しいただきありがとうございます。私は技術を担当しております本田と申します。はじめにこの3月の東日本の大震災で被災された皆様には一日も早い復旧と復興をご祈念申し上げます。さて、私ども鈴木は二輪、四輪、そして船外機、それぞれお客様にとって価値ある製品をお届けしたいということを掲げ、日々開発に取り組んでおります。今回この会場にはその中から二輪と四輪の製品を展示させていただいております。私ども鈴木は今2つのことが大切だと考えております。1つ目は環境への対応する性能であります。この環境性能はどの車にとっても欠かせないものになっております。とりわけ小さな車を世界の皆様にお届けしたいと考えている鈴木にとっては最優先課題というふうに考えております。今回あるとに私どもは日本の新燃費基準でガソリン車トップの 30.2キロの技術を搭載いたしました。今後この技術はアルトのみならずその他のコンパクトな車にも展開してまいります。それからもう一つは生き生きした車のある生活を実現する製品でなければならないと考えています。今世界を回りますと車のある生活に目をキラキラさせたお客様が多数大勢いらっしゃいます。私どもはそうした皆様に私どもの製品をぜひともお届けしたいこのように考えております。ここに展示させていただきましたレジーナはその生き生きした生活に向けての一つの私どもの技術者のチャレンジの成果であります。小さな車のエアロダイナミクスの追求、軽量化の徹底した追求、私ども技術者のチャレンジがこの一つの形になりました。今回鈴木は今月発表させていただきましたアルトエコ、そしてスイフトスポーツに加え開発を進めております車両もここに展示いたしております。それではただいまからスクリーンで鈴木がご提案する小さな車の未来をご覧ください。東京モーターショー2011、鈴木がご提案する四輪車、二輪車をご紹介します。低燃費、低CO2を実現した次世代グローバルコンパクトカーレジーナ、躍動感とエレガントさを両立させたボディ、徹底的な軽量化と空力性能の追求、車両重量は軽自動車並みの 730kg、 当社ロータースモデルよりも 100kg 以上の軽量化を達成、燃費を抑えた 800cc ターボチャージャー付き直噴ガソリンエンジンを搭載、 JC08 モードでリッター 32km 以上、
欧州複合モードでは CO270g/km 以下を実現。高効率のパワートレインと空力性能の向上、軽量化によりガソリンエンジンでハイブリッドカーナの環境性能を実現しました。レジーナ、スズキから次世代グローバルコンパクトカーの提案です。未来を走る再び超小型モビリティ旧コンセプト、買い物や通学など半径 10km 程度の生活圏の移動用として日常の近距離移動に便利な全く新しい乗り物です。全長 2.5m、 全幅 1.3m のコンパクトサイズ、車1台分のスペースに3台駐車できます。狭い場所でも開閉できるスイングドア、回転ドライバーズシートは乗り降りも楽々、前後大分のハンデムレイアウトです。斬新な室内空間には機能を集約したインストルメントパネル、スマートフォンを活用した通信機能を装備、気軽で便利に使える新しい超小型モビリティ Q コンセプトをご提案します。スイート EV ハイブリッド、発電用エンジンを搭載し使いやすさと安心感は従来通り、先代モデルに対しバッテリーによる走行レンジを長くすることでさらに実用性を高めました。通常は電気自動車としてバッテリーの電力で走行、その EV 航続距離はおよそ 30km、 バッテリー残量が低下した場合は発電用エンジンによる電力で走行しながらバッテリーの充電を行うことができます。バッテリーは家庭用電源でも充電ができます。 200V ならおよそ 1.5 時間、 100V でおよそ4時間、使いやすさを考えながら一層の軽量化、省資源化、そして低コスト化を目指したスズキ独自のハイブリッド小型自動車です。新型アルトエコ、軽乗用車アルトの装備や機能、使い勝手はそのままに、スズキの低燃費化技術を進化させ、ガソリン車トップの JC08 モード、リッター 30.2km の低燃費を達成しました。燃費性能に優れた最新エンジンをさらに改良し、一段と効率を高めた改良型副変速機構付き CVT に加え、アイドリングストップシステムを一新、停車直前の減速時からエンジンを停止し、ガソリン消費量を低減しています。エンジンやボディだけでなく全てを徹底的に見直し、およそ 20kg の軽量化を実現。新型アルトエコ、ガソリン車トップの低燃費を達成しました。新型スイフトスポーツ、開発コンセプトはザ・スポーティーカーシー、高出力化と燃費向上を実現したエンジン、一新されたトランスミッション、そしてさらに高性能化、ドライバーの意思通りの正確な走りを実現した足回り、気持ちの良い走りを操る楽しさをさらに向上するのを同時に、高い燃費性能と快適性、静止性を大きく進化させました。鍛え抜かれた動力性能が走りの情熱を駆り立て、新型スイフトスポーツ誕生。続いて二輪車をご紹介します。電動スクーター E-LEX、 日常の買い物や通勤などで便利に使える高い環境性能と実用性を兼ね備えた電動二輪車です。バッテリーは着脱式なので
家庭内でも充電ができ、1回の満充電でおよそ 30km の走行が可能。予備バッテリーも収納できます。スクーターの使いやすさ、便利さはそのままに、環境に配慮した電動スクーター EX。 バークマンフューエルセルスクーター、二輪車への搭載を可能とした軽量かつコンパクトな空冷式の燃料電池システムを採用。700気圧の高圧水素タンクにより航続距離はおよそ 350km を実現しています。燃料電池車両としては2輪4輪を通じて世界で初めて欧州統一型式認証を取得。イギリスをはじめ国内では北九州市でも実証実験を実施しています。さらにスズキでは中国に導入する本格ロードバイク GW250 をはじめ、街乗りから長距離ツーリングまで楽しめるスポーツエンデューロツアー VStrom650ABS、 そしてスズキスポーツバイクのフラッグシップモデル GSX-R7 を展示しています。スズキブースではこの他にも多彩な製品を展示して皆様のお越しをお待ちしています。以上、ご覧いただきましたようにスズキはいつもお客様の身近にある二輪や軽コンパクトな車、そして船外機、日本と世界の皆様にお届けしてまいります。今回アルトエコに搭載しましたエンジントランスミッションの技術は軽のみならず今後のコンパクトカーにも展開してまいります。さらに車の軽量化、そして次世代のアイドリングストップ技術等改良を図り、燃費性能をさらに高めてまいります。電気の技術についてももちろん取り組んでまいります。今ご覧いただきましたように電動スクーター EX、 スイフト EV ハイブリッド開発が着実に進んでおります。もう少しお待ちいただきたいと思います。車は世界中で人々の生活に欠かすことができません。使い勝手に優れ経済的であることがまず第一に必要です。そしてもう一つ、日本と世界のお客様の生き生きとした生活を実現する車であり二輪でありたいとスズキは考えております。どうぞ皆様、スズキのこれからの製品にご期待ください。本日はどうもありがとうございました。